しい。今日ですね、江差しで行われますイスワングランプリというのですね、はい、僕ら3人組でエントリーさせていただきまして、はい、出場することになりました。素晴らしい。これは2時間対決、2時間、はい、速さを競うとかじゃなくて2時間ずっと走り続けて何周できる か、一番多かった人が優勝、はい、というただただ過酷な、本当にもうスタミナ勝負だけ勝負のこのレースに僕ら初めてです、はい、今回1位が米ですか、90キロ、あと13万5000円分の、ジムイス、はい、13万5000円分のジムイスを優勝していただけると、とりあえず今日は死なないように、はい、倒れないように ね、受賞だけ気をつけてやりたいと思いますので、早速本戦の方に行きたいと思います。それでは VTR の方でやる。すごいな。はい。レディーゴー！福岡大学03予選が始まっております。ゴールドキック第1番のチーム。そしてお、こちら。はいはい。8秒。火曜伝です。あ、火曜伝、火曜伝一緒に出てた、みんな前、はい、そうですね、みんな出てます。今日初、全員全員初です。ライバルやな、怪しい奴らさんだかなんだか、もう超速いです、ね、超速かったね。じゃあそこがライバルな。そうですね。じゃあ、あくまでストリート対決。北関東の怪しい奴っていうチームでやらせてもらってます。怪しいですね。 ありがとうございます。結構参加してます、はい、何回か、はい、魅力っていうのでいくと、まあ、すっごく辛いんですよ、走ってると、本当辛いんですけど、2時間走り切った時の達成感が半端ないんですよ、もう本当、やりきったーって、そしてビールがうまいです、無理をしたら走れなくなります、最初は私もそうでした。感想を目指して頑張ると思います。ぜひぜひ、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。両人コンプさんが24位で、ラスト両人から25位、そうそうそう、だから両人4、3、2、1、スタート。さあ始まりました、2時間開始です。チームイズ最速の勝利を手にするのは果たしてどのチームなのか。 It's one friendly 欧州エサシン大会スタートいたしました。まさしくタイミングバッチリの順位に候補がなりまして、まだまだスタートした大会でございます。12時ちょうどにレースがスタートいたしました。いやー、ここでですね、もう高さスタートの順番がもうすでに出たんです。どうも大会でも2時間走りっぱなしが疲れる、どうでした？無理です。多分俺ら3人持たないです、これ。思ってる40倍はきつい。2時間来て、しかも最下位になったしね、俺。過去2回の欧州大会に参加し、去年ようやく優勝でき、2周行ってきますんで、そうだね。さあ、一番若いチームの紹介です。ゼッケン14番、はい、水沢工業高校コンピューターの3人、そして最後にはスキットで納得していただきまして、美味しいビールを今夜は召し上がっていただきたく、そのように存じます。2周走りましたよ、俺1人で2周走りましたよ。まだいけるっちゃいけるけど、30分ぐらい、すごい、やばいな。ギブアップ、それ変わってください。もう無理。あ、ちょっと足がもう動かん。テーマが一番早く動画をしないはずですね、いつスタートをかけるのかというところも見どころになります。そうね、
た。あ、椅子さっき壊れて。壊れた。で、スタッフの人がもうこれ使っていいぞって。三代目。やばい、これ壊せない。これ壊せないから。このきつさ伝わってよ。ちゃんと。めちゃくちゃきつい。まだ40分ぐらいやろ。半分いってないよ。つら。やらないか、やらない、やるかやらないかじゃなくてやらないの一択、俺の限界だよこれ。はい、2周でリタイアした山田ですが、この日は出店がいっぱい並んでいたので美味しかったスイーツを紹介していきたいと思います。まずは高膳さんのリンゴ甘酒。すっきりとした甘さで飲みやすく、リンゴの香りが最高でした。次は八尾生さんのおからドーナツ。こちらのドーナツはその場で揚げているので、揚げたてを食べてきました。甘さは控えめでものすごい美味しかったです。最後は夢工房さんのレアチーズとかぼちゃタルトです。レアチーズは濃厚なんですが、後味はすっきり。かぼちゃタルトはしっとりとしていてめちゃくちゃ美味しかったです。2位はテクノワールドリベンジ、そして暫定の3位です。はい、暫定3位は大ヒットのコスプレがわずか2週間、テクノワールドリベンジ。そして3位に入ってるのが豚皿ゴンゴン。しかも俺は最下位らしいやん。2回らしい。誰や範囲は。そこまでずっと上位が並んでいたっていう電車の珍しいですね。最終最後にちょっと高すぎました。その後最後のリタイアします。バリタイアする。さあ、ちょっと待ってよ。でもあと5分で終わりますよ皆さん。ちなみに足すった人も最終最後のカウントでいきましょうか。最後はカウントダウンを生かします。そして2時間終了。さあ行きましょう。残り3分切っております。早く頑れ頑れ。終了ラインまでお進みください。選手の皆さん2時間お疲れ様でした。そうですね、最下位となってしまったのはエントリーナンバー27番、そして東北三人暮らしさんです。力尽きた感ありますね。そうなんです。そうです、そうです、そうです。これからも盛り上げてください。任せてください。 YouTube アップします。エントリーナンバー7番、北関東の怪しい威圧の皆さんです。おめでとうございます。ただの勝ち。会長、あの優勝チームの、あの怪しい奴がこのジュイスをぜひプレゼントしたいって言ってくれるんですよ。27番のでっかい方いたですね。20、ああ27ね。最後のチーム、大西君13万5000円ですね。これ売るなよ、どっか行って。ヤフオクでね。いや、これで来年で出ますんで僕ら。当然ですよね、当然ですよね。じゃあありがたく頂戴していただいて、来年おめでとうございます。本日ね、実はグランプリ行われましたが、優勝は見事、今こちら一緒にいます北関東怪しいやつらさんでした。優勝商品っていうのがあったんですよ。まあ、米90キロあったね。米90キロと、あともう一つ、ジムイス。まあ今日ジムイスの大会なんで、はい、ジムイス13万5000円するジムイスをなんともらったんですけど、これね、これ、はい、これ座ってる、そう、今僕が座ってるやつ、なんでお前座ってんねんと思うじゃないですか。これもう僕のものになったんです。最下位ですよ。最下位なのに、あのお三方にこの椅子を差し上げたいと、はい、言っていただき、1位から大会へ。一番大きい理由は、大会数を盛り上げてくれてた。もう沿道もみんな沸いたし、
はい、もう皆さんのおかげでも今日の、ね、大会めっちゃ盛り上がった。これが一番大きい理由。で、ちっちゃい理由、ちっちゃい理由は、はい、もうもらったことあるから。そっちが大きいかもしれない。今回ね、1位になった北関東、怪しいやつらさん、まだね、他のイスワングランプリの会場にも結構行くそうなので、はい、ぜひ皆さん見かけた方、そして出場する方はこのね、怪しいやつらさんにぜひ、まあ、勝っていただく、あ、これ、ね、怪しいやつらさんにね、ぜひ、勝負挑んでいただいて、なんでまだどっかで会う機会あればぜひこれ使わせていただきますんで、よろしくお願いします。すみません、遠いところから。遠いところから、ありがとうございます。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。茨城から来てます。はい、ということで、なんと無事イスワングランプリ終了いたしました。ちなみに、その俺がほぼ抜けてたのは納得いってないっていう感じ。いや、そりゃそうやろ。なんで、うん、しょうがないな、とならないでしょ。ならん、だってこの人が15分かかってくれるから頑張れるのよ、俺。そうだ、マキシが休める。俺は休めるのよ。だからずるいのよ。ちょっと皆さんもね、ぜひこのイスワングランプリ、はい、全国でもやってるらしいです。北海道とか福島もあるし、いろいろ、皆さんもぜひね、3人一組で出れますので、はい、チーム椅子さえあれば大丈夫です。ということで、本日の動画はこれで以上です。どうも、ありがとうございます。そしてドクターニコラジチャンネル登録よろしくお願いします。